はい、皆さんこんにちは、なつきです。今回はですね、モチーフにしているものをそっくりに描けるのに必要な下書きのやり方、グリッドを用いた下書きの方法っていうのを紹介していきたいと思います。この方法は鉛筆画に限らず、色鉛筆でも水彩画でも油絵の具でも、なんならちょっとしたドローイングや素描、似顔絵みたいなのにも使えるので、僕のチャンネルでは基本的に鉛筆画をメインに描き方を解説しているんですけど、鉛筆画にとらわれずにいろんなものに応用してこの方法を使っていただければなと思います。まあ絵が趣味で好きな人なら、グリッドを使った絵の描き方ぐらいはもしかしたらやったことある人が結構いるのかなって思いますけど、やり方も本当に人それぞれなので、やったことあるよでもなかなかうまくいかないよって方は、本当にそんなやり方もあるんだっていう感じで、僕のやり方っていうのをこの動画で見ていただければなって思います。でまだやったことがない人は、まずこのグリッドのやり方っていうのをこの動画で知ってもらって、ぜひね、自分で実践してトライしてもらって、その中で一回やれば必ず自分の中でコツだったり注意点、あとは自分はこうやった方がやりやすいな、だったらこれが必要だなとか出てくると思いますので、この動画で皆さんの絵が飛躍的にレベルアップするようなきっかけになる動画になればいいなと思います。で先日ですね、吉岡里帆さんを描いた時の動画、皆さんも見ていただけましたでしょうか。今回の動画はその吉岡里帆さんを描いた時のメイキング動画を元に、下書きの描き方っていうのを解説していきたいと思います。かなり前にですね、僕誰でも簡単に人の顔をそっくりに描く方法という動画を投稿しているんですけど、その時と同じ方法にはなるんですけど、今回の動画ではより深く詳細や、コツポイントっていうのを紹介できればなと思います。でまあ、もう見ていただいたら分かる通り、完成した絵を下書きに向かって今逆再生しています。まあ初めに完成形を見ていただいた方が、今からこんな絵を描くためにどんな下書きをしているのかっていうイメージがつきやすいかなと思って逆再生をしていっています。まあ、下書きの方法として、本当にこうやって見ながらしっかりと位置をとって確実に当たりをつけていくっていう方法があるんですけど、それだととても時間がかかるし、間違っていた時にもう塗り進めていると取り返しがつかないみたいなことになってしまいます。僕がいつも下書きの際に用いている方法はグリッドを用いた方法です。なぜグリッドなのか、トレースじゃダメなのかってところなんですけど、トレースをしてしまうとやっぱりその下書きの際の絶妙な筆圧の加減っていうのがとても難しくなります。筆圧を間違えると紙を傷めてしまう結果になって、繊細な作業をしている時にそこにムラができてしまったりとか、色が乗らなかったりとか、とても悲惨なことによくなるので、柔らかい鉛筆で跡のつかないように、消すとすぐに消えるようなグリッドを用いて僕はいつも下書きをしています。あとはその絶妙な影っていうのを下書きの段階でどこまで描くのかっていうのも、トレースじゃその加減がとても難しくなります。パキッとした下書きになりがちですね。下書きの段階からその影の絶妙な陰影グラデーションっていうのを意識しながら、自分の分かりやすいやりやすい方法で、比較的自由度の高い方法っていうのがグリッドを用いた下書きになります。僕は目から下書きを始めていますが、全く目から始める必要はありません。自分が書きやすいところから始めてください。グリッドっていうのはこの書く紙をこのように四角形でマス分けして、僕の場合これ A4 の紙に書いてるんで、縦1センチ横1センチの正方形で、横21マス縦 29.7 マスになっています。例えばここに今このような画像があったとします。でこれをそっくりそのまま隣の紙に写せって言われてもとても難しいんですけど、これをまずこういう風にグリッドを分けして、描きたい絵の方もグリッドで分けます。でこの部分ですね、この部分を見ていただいたらアウトラインはこんな感じになるんじゃないかなと思います。そのマスは横から何マス目なのか、縦から何マス目なのかっていうのを数えて、描きたい紙の方のグリッドも数えて同じ位置にこのアウトラインを描きます。モチーフにしている写真をそっくりそのまま描き写せって言われてもとても難しいことなのですが、この四角形の中だけ写せって言われたらちょっと簡単になりますよね。でさらにその隣のマスに次行きます。でこういう風に進んでいって、そういう風な線のつながりが、最終的にアウトラインとして下書きになります。この地点では陰影も描かへんし、色も塗りつぶすことなく、本当に必要な線だけっていうのを自分の中でピックアップして、この線を当たり取っておこう、この線は描かないでおこうっていうのを決めて、下書きを進めています。やたらとね、線を増やしすぎると最終的に何の線だったのか、何の当たりだったのかっていうのも分かんなくなっちゃうんで、必要最低限な部分、僕は目のアウトライン、眉毛のアウトライン、鼻のアウトライン、鼻の穴の形とか、そういうところで、あとは輪郭とかですね、髪の毛の流れ、髪の毛の位置、耳、そういう風なパーツのアウトラインっていうのを必ずこの下書きの段階で書くようにしています。
で、このアウトラインっていうのをどこまで引くかっていうところなんですけど、本当はこの段階で下まぶたの影であったり、鼻の影とか眉毛の下の影っていうのも全部当たりを取ることができれば、もうそれこそ本当に寸分の狂いなくそっくりに写すことができるのですが、結局それを下書きが終わってさ、じゃあ塗りますっていう時って、影をアウトラインで撮ってたとして、そこを全部同じ色で塗るわけじゃなくて、だんだんこうグラデーションになっていってやるわけなんで、その線っていうのを、影の線っていうのをどこで引くかって、結局その描いている時の自分の感覚によって変わってきちゃうんで、僕は本当にパキッとした影ならこの時点でアウトラインを引いて下書きしちゃうんですけど、基本的になかなか顔の中にそうパキッとした影ってなかなかないんで、まあ、大体がやんわりした影なので、まあ諦めてそこは下書きをしないようにしています。あとはまあ僕の場合は全部下書きアウトラインを取り終わると、グリッドを全部消してから色を塗っていくっていう作業に変わっていくんですけど、別に同じようにせずに色を塗りながら、色を塗るときもグリッドを残していくって手もあるんですね。でそれをすると、まあ、別に影のなんとなくのあたりをつけていても、描きながらグリッドを消していく、そのなんとなくのあたりも一緒に消していけるんで、別にいいんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。なんか簡単に人の顔をそっくりに描けるような気がしてきませんですか。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。夏希のお絵描きスタジオでした。